令和5年度の福岡市の資税収入決算の見込みが過去最高額を更新いたしました3699億円ですこれは今日の定例会見で福岡市の高島市長が明らかにしました資税収入額は前の年度と比べて116億7000万円余りの増収となり去年に続き過去最高額を更新する見込みです 地価の上昇に加えてマンションや戸建て住宅が増えたことにより固定資産税都市計画税は前の年度から82億円余りの増収となりましたまた納税義務者の数が前年度よりおよそ1万人増えたことで個人市民税は35億円余りの増収となっています